八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ。うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。八神さん、お願いします。分かった、よし行くか。まずはドレスからだ。それでは出発いたします。いらっしゃいませ。ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。もちろんございます。それではドレスをお選びください。
どう沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼馴染だったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り、中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か。案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。いや別に全然。あのさ、真冬は妹分みたいなもんでさ、俺は別になんとも。そもそも俺とは育ちも違ってて。あの、ごめんなさい。わかりました、もういいです。わかりゃいいよ。あの、着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。え？勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。わかった、ありがとうな。
いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。Thank you.
へえ、こりゃ想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。見ろよ、すっげえいい女。うわ、すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。お姉さん、どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。どうぞ、お待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう。そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。いや、これは…こちら、城崎沙織さん。採用ですってすごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。城崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて、喋りが固いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さあ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、山見さん。はしきと正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちは神室町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずは、どんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに、興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ、女の子は君だけじゃない。同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。
し、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。スミレです。ミカです。沙織と申します。おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。さあ座って座って。失礼いたします。とまあそんなわけで、会社の窮地を救うためまだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今でいうところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。ったくお楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで、君はどう？そういう経験ある？寝てた？ね、寝てないし、ちょっと意識飛んでただけ。異議です。同様の趣旨の発言を繰り返しているだけです。異議って裁判か。こりゃいい漫才コンビですな。沙織ちゃんは弁護士に向いてるよ。うちの顧問弁護士になってもらうかな。そのお話詳しく聞かせていただいてもよろしいですか。はあ、なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ気にしないでください。私そうやって周りに気を配るの慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まああの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。あ、それがね、そのお客さんうちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。
創薬センターの橋木さん。そうそう、なんだ知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。私ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても橋木さんのことを思い出しちゃって。あの美香さん、そのことなんですけど。美香さんと沙織さん、新規お願いします。あ、はい。ごめんね、変な話しちゃって。沙織さん、大丈夫？あ、すみません、すぐ行きます。グラスが空ですけど、何か飲まれますか？え、あ、そうだね、どうするか。景気よくボトルとか行っちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？そんな釣れないこと言わないで、もっと遊んでみてもいいんじゃない？え？そうそう、たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。よし、ここはボトルを入れときますか。やったー、超素敵、ボトル入ります。こんなすごい売り上げ出したの、私初めて。そんな、ミカさんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるからお礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの、そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー、あとちょっとだからそれまで頑張ろう。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてたこと友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあいろいろ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。
何とか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。もしもし、星野君か。沙織さんの件おかげでうまくいったよ。クイーンルージュに入り込めた。やっぱり僕は絶対に大丈夫だと思ってましたよ。八神さんもお疲れ様でした。今夜はこれからどうするんです？沙織さんから連絡を待つ。それまでは待ちだな。どっかで時間潰すよ。わかりました。気をつけてくださいね。ああ。